見ながらあっ見,見ないシ CM 聞けないのはあれだな聞こえないらしいです,いいです私大丈夫いつも通りいけばこっち聞いても多分今日はそうですね BGM とみたいな <laughs> 今日今回ちょっと YouTube は環境的にできなそう

はい大丈夫あいつものやつですよねはい <laughs> その音楽聴けますであと10秒でいきます <laughs> 始まってるんですね。マダンバシジュンのグッドイブニング沖縄。今日も、今夜もよろしくお願いいたします。えー、お相手は、えー、マダン橋淳と、はい、えへん、麦のあのレミタンでお送りいたします。よろしくお願いします。えー、本日ゲストをお迎えしておりましてですね、えっと、Facebook で私のお友達なんですけれども、あの、横浜でプロのカメラマンをされている、あの、金子洋一さんをお迎えいたしておりますので、金子さん、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。 はい。えー、っとですね。あの、まあ、プロのカメラマンっていうことでですね。で、あの、かめ、さん自身は、あの、沖縄を行ったり来たり。まあ、まあ、今ちょっと、はい。不定期になってるにしてもですね。はい、あの、行ったり来たりされていて、あの、うん、内地から見たっていうか、プロのカメラマンから見た沖縄、というものを、ことをテーマにして今日は、 お話を進めていきたいなと思っているんですけれども、はいえー、まずは金子さんの、えー、簡単なあの自己紹介からていきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、名前は金子洋一です。えっ、ー、と、まあ、あの、カメラマンといってもいろんな種類があるんですけど、僕はあの、もともとあの、本、あの、コマーシャル いうんですかね、あの広告写真を撮,撮るカメラマンでずっとこうやってきたんですけども、はいえー、でまあちょっとコロナでかなり広告を打たなくなったりとか、はい、そういうんでかなりいろいろ打撃があって今現在は結構いろんな方面の仕事もやってますただまあいずれにしても写真が主体ということですね、はい、えーはい、でその中であの結婚式のはい 写真なども手掛けられてるって話をよく聞くんですね。そうですね。はい、最近は、あの、頼まれるとやります。あの、進んでやってはいないんですけど、えー、頼まれた場合にはやります。あの、僕、スーツが苦手で、はい、で、やっぱり結婚式だと、あの、スーツで行かないとい<ー>けないといい。そうなんですね。はい。似合わないんですよ、スーツが。 まあ、あの、年中ね、一年中、あの、どこでお見かけしても、あの、T シャツに短パンに島ぞりで。そんなことはないですよ。真冬でもね、おした、ま、え、こんな寒い時に T シャツで大丈夫ですかそうだ、それは違います。そうですかね。そう、誤解、誤解を招く恐れがありますから。ええ、あの、一応僕だって、スーツ着たりと。はい、ちょっとなんか、あれですね、あの、おっさんの仕事さんみたいになっちゃいますけどね、似合わないですよ。ええ まず似合わない。スーツですか。はい。私もあんまり着ないので、ええ、自分で着たときは違和感ありますね、やっぱり。なん<ー>でしょう<そ>この、うん、着慣れてないから似合わない気になってるのか、似合わないと思ってるから似合わないのかはちょっとわかんないですけど。どうなんですかねどう,なんでしょうね、まあ。その習慣としてね、着慣れてるか、着慣れてないかっていうのもあると思いますし、えー、っと僕は沖縄来てからスーツってのほとんど着たことないんですよね。あ、ジャケットぐらいで。 だからまあ今でもね、今日は二人とも朝から T シャツで、<laughs> はい。金木さんも一年中なんですけど、ちょっと夕方になってくると寒いなっていう感じがあるんですけど、あのね、あの、さっきもちょっと話をしてたんですけど、スーツを着ないで仕事をされてる、あの方はどういう仕事をされてるのって、あの、聞かれたことがあ,あまあ、あの、はい、要するに近所の人たちが、はい。あのー、 あの人はどういう仕事をしてるんでしょうかって、<ー>で、なんか謎に思われたりすることも多々あるらしいです。<laughs> 僕に直接は聞いてこないですけどね。ええ。はい。で、なんかあの、屋台で、はいはい。なんか作ってる時に、はい,はい、いや、実はあの人は敵屋をやっているんだって <laughs> 言われて、はい。敵屋のおじさんになってたんですってね。<laughs> 横浜では有名な。まあ、ないや、はい、まあ、自分から言ったようなところがありますけど。<laughs> 冗談で。はい。まあ、そういうことでですね、まあ、あのー、そういう金子さんなんですけど、はい、金子さんが沖縄に来てですね、あの、どういうふうな、まあ、風景とかですね、まあ、衣食住ですか。まあ、何でもいいんですけど、あの、プロのカメラマンから見て、どういうふうな風景が目に映ってるか。まあ、例えば、素人の僕から見るとですね、あ海が綺麗だね、という、そういうところ、あの、あとは空がね、広いな、 というところぐらいしか、えー、映らないんですけどあのその映像を仕事としている金子さんから見ると沖縄のどういうところがいいなっていうふうに思ったのかなっていうのが前からちょっと気になっていたところではあるんですけどね僕の場合はどちらかというとその風景がとかその食べ物がどうのこのというよりは、はい、あの写真を撮るときに音楽がない。 こう頭の中でこう僕、音楽がすごく好きで,で、音楽がでこうで出てくる、頭の中で想像しながら、シャッター切ったりすること、ちょっとカッコつけてるわけじゃないんですけど、そういうのがあって、沖縄の場合はその音楽がすごく出てくるんですよ。どこ、いつでも出てくるわけじゃないんですね、それが。だけど、風景見てて、例えば植物も見たことないような色の植物があったりとか、 あと空の色もそうだし、海の色もそうだし、こう、空気感というか、なんか違うんですよね。はい。それが何が違うっていうのは、ちょっと僕では分からないです。ただ撮った時に、うん、もう、ね、写真見ても、あ、この時はこういう音楽が合うよな、とか、そういうなんか見方とかをしちゃうんですね。で、僕が、その、ちょっとその話をしていいかどうかあれなんですけど、沖縄に来るようになったきっかけっていうのは、いい まあ、あのー、僕、結構、まあ、あのー、あれですね、生まれて何年かしてから、沖縄返還になったじゃないですか。はい。なんで,、ね、で、海洋博があって、はいはい、で、たまたま僕が学生の時に、クラスに沖縄県から、えっ、ー、と、勉強しに来てたクラスメートがいて、はい。で、那覇から来てたんですね。えー、で、二人クラスにいて、 で、夏休みどうするのっていう話になって、何も言ってないんだけど、っていうとこから、じゃあ沖縄に来ればって言われたんですよ。えー、で、行ったことないし、憧れっていうか、僕音楽で沖縄まず知ったんですよ。はい、あのー、例えば紫って、今でもやられてると思うんですけど、はい、里山豊さんってう、えーえーはいう、沖縄フォーク村を作った人なのかなちょっと僕その辺詳しいことわかんないんですけど、 の音楽だったり、あと三線の,の音色とか、はいえー、あの、がなんかもうたまらなくこう、体、濃く、何だろう、染みてくるというか体がくるわけですね。いはい、そんなところから沖縄に興味を持って、えー、それで来てみたら、はい、なんかやっぱちょっとこう合うかなっていう気候的なもんもそうなんですけど、はいえー それからですかね。で、しばらくちょっと、あの、スタンスあって、来る機会がなかったんですけど、うんえー、たまたま仕事で来る用事があって、はい、あその時、学生の時に1ヶ月ぐらいその友達の家に世話になって、はいあまあ、民泊ですよね、今で言う。うん、で、そこからこう入っていって、で、沖縄に来るようになったんですね。えー、で、まあ仕事で来ることが何とかあって、その後にもう絶対沖縄でちょっと事務所開きたいなっていう夢があって、えーえーはい で、まあ何、何十何、二十年以上経ってからだったんですけど、まあ、その夢を実現させるっていうんで、コロナ前に、あの、事務所、ま、じゅん、あじゅんさんも来たことあると思うんですけど、はい。あの、那覇の、ええ、事務所を借りて、えー、はい。はい、で、四年ぐらいですかね、行ったり来たりしてたんですけど、はい、結局、なんかこう、いろんなことがあって、コロナも、ま、あもちろんそうですけど、ちょっと離れちゃったっていう。だから、こう、 見て、沖縄、カメラマンの目で見てどうのっていうよりは、ええ、その、なんて言うんだろうな、その、景色として捉えたときに、いろんな情景が浮かびやすい。はい、景色の中から。うんうん、で、意外と自分の地元だったってするとこよりも、その景色の中から音楽が出てくるっていう、なんかそういう見方はしちゃうんですよね、僕は。なるほど。ええ、あのー、 金子さんの地元は横浜で、はい、やっぱり沖縄と似たような、あの、軍が。そうですね。横田基地とかですね。厚木。厚木。近くはですね,ですね僕で。僕が育ったところは、本木で、ええ、本木にも、あの、エリア、あのエリア1、エリア2っていう、要するに軍関係の、ええ、あの、住宅ですね。住宅があって。うん、まあ、あの、違い方権って言って入れないかったんですけど。ええ そういうところがあって、フェンスの外からこう見て、ああ、なんかいいな、みたいな、そういう。うんうん、で、音楽もそういう感じで、あの、結構ロ,ロックが。あの、FN ってあるじゃないですか。えー、ああいうとこから入ってきたりとか。ねえー、だから音楽的にも、なんかミュージシャンが多かったりとか。まあ、そんなんで。だから、沖縄と似てたんですね、きっと。うん、なんかそういう話は結構聞くかもしれません。ああの沖縄市と、はい、その横浜、 えっとその何でしたっけそのやっぱり基地があるところはもう全国各地あらゆるところはい、はい、あ,あなんか似てるって言われがちです、ね、ああ<ー>、うん、あのバンマスをやってるレミさんとしては、はい、まあその辺は行かれたことはありますわ私はまだないですねえー、そあとでもこの前町田は行って、えー、町田もそこそこやっぱりあるらしくてええー、あ町田 東京の街だと。東京の街だで,で,<ー>です。はいはい、そうですね。っていう話、そこで打ち上げでそういう話を聞きました。やっぱり基地関係があると、お客さんが外人さんが多かったりとか、うん、そういうのを聞きますね。とか、やっぱりそのちょっと激しい音楽が盛り上がりがち、えー、ああ、ですよね。で、やっぱりそこで揉まれてね。そうです、ね、あちょっとダメだったら、もうすぐダメ出し、らっちゃうような <laughs> う、ね、土地柄ですからね。えー、横浜じゃない、なんだっけ、横須賀 横須賀はい。とかも、結構、その、コザのそれこそ紫とかがやってるようなところと、結構似てるよって話を聞くんで、ちょっと興味はあります、ね、ああ<ー>。僕はあの、横須賀のあ、まあ、アマチュアバンドですけども、はい、ライブハウスに出たことがあるんですよ。ああ、そうなんですね。で、その時はやっぱり、確かにね、基地の、あの、兵隊さんっていうんですかね、はい、が来て、やっぱり酒飲むからすごいんですよね。<し>で、かなり <laughs>、 危険な状態になったりとか <laughs> そうですね。でも楽しかったです、すごく。うん、うん。やっぱりちょっと違いますね、雰囲気が。沖縄市だったら、やっぱりこの、ほぼアメリカかな、とか言われたりもします。このツアーで来たバンドとか、そのアメリカからツアーで最近バンドが来たんですけど、<ー>その時にも、なんかあんまり変わんないかも、みたいな<ー>感じで言ってました。<laughs> 今日はあの、金子さんとね、 まあ、あの、ほぼ一日ドライブをしてきたんですけど、はい、やっぱり沖縄市に入ると、アメリカ感がちょっと強くなってくると。で,ね、で、しかもケーキかなんかは甘そうなのがいっぱい出てくるとかね。<laughs> か<に>あ、りましたよね。僕が初めてあの、沖縄来た時のコザの街は、本当にもう、もろにアメリカだったですね。あの、まだあの、 あれあそこの通りなんて言うんですか大きい通りあの空港通りって言ったりゲート通りすか、ね、昨日ちょっと価値があったんですけれどそうそうそうあそこのところにもう軍の払い下げのなんかいろんなもの売ってる店がいっぱい出てたんですよあ<ー>であの当時いや確かミディタリールックっていうのが流行ってて、えー、で結構買った記憶があるんですよね来た時にうんなんかあの鉄砲の弾が 当たった後のジャケットとか売ってたりとか。えー、ありましたね。ありました、ありました。な沖縄来た時ね、結構探したことがあります。あの、ギター売ってないかなと思ってね。で、そういうなんかあの、まあ、鉄砲玉かなんかわかんないけど、なんかいろんなね、あの、ものが、もう古びた、あの、服とかね。ああ<ー>。ありましたね。僕靴とか。<laughs> 一時期あの、学生の頃ですけど、あの、弾薬ケースあるじゃないですか。えー、鉄,鉄でできてる。えー、あれカメラばっかりしてたことあります<ー> <laughs> 安心かもしれません、機材入れるの。そうですね。案外、頑丈だし。意外とカメラの機材もお高いですから。そうですね。やっぱり安全であればあるほど安心じゃないですか。ですよね。ただ重いっていうのがちょっと持ち運ぶには大変かもしれませんね。今回それで写真を撮ろうってね、あの、やって来られたんですけど、肝心要のあの、カメラのレンズを忘れるという話をさっき聞いたんですけど。あ、そうですただ、あの、使い物になるレンズを持ってきたという。 で、なんか、あの、その海の写真とかは、スマホでずっと撮られてたって、横って、あの、私は見ていましたね。スマホが一番今、綺麗に撮れますから。そうなんですか。勝手に設定してくれて、勝手に綺麗に撮ってくれますから。素晴らしいですよね。そうですね。この辺で、じゃあ、一曲いきましょうか。そうですね。金子さんからのリクエストで。あ、えっと、パブロ・クルーズっていうバンドが、今でもやってると思うんですけども、まあ、あの、は、えっと、 サーフミュージックでっていうサーフロック。はい。で、第、多分第2次、あの、サーフブームの時のやつだと思うんですけども、えっ、ー、と、パブロ・クルーズの、えっ、ー、と、インイン・ファイブだったと思うんですけど、はい、その曲をリクエストお願いします。はい、お願いします。 はい、後半になりました。あの、伊豆でずっとサーフィンをやっていた、あの、金子さんの、えー、リクエストで、なかなかいい感じの曲でしたね。かっこいいですよね。かいかったですね。で、今回も、あのー、どこかでサーフィンをやって帰れるとか。いやいやいや <laughs> ないですかね。<laughs> ないです。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。えっと、ではですね、引き続き、あの、いろいろと、あの、お話を聞いて、聞いていただき、聞いていきたいと思ってるんですけど、えー、っとですね、 まず、じゃあ、移食中について聞きましょうかね。はいはい。あのー、まあ、好き嫌いのない金子さんですが、えっと、沖縄での食べ物。あ、何がいいですかね、あのー、っていうところですね。食べ物は、はい、基本なんかの、沖縄料理というよりも、なんか最近食べてるのは、普通にどこでもあるようなものを食べてるんですけど、はい、ええ。なんかでもね、やっぱちょっと味が違うんですよね。あ、そうなんです、ね、何が違うっていう、 のは分からないですただ、だ雰囲気もあると思うんです。なんとなくね、うん、やっぱり僕の中ではまだ沖縄ちょっとアメリカっぽい、アメリカンな感じがして、<ー>でお、お店も、あのー、結構アメリカンテイストの店とかあったりとか、はい、で、意外とあのー、例えばゴーヤーチャンプルーとかっていう、うん、昔からある沖縄料理とかっていうよりも、そっちのけ、うん、系統の方を食べちゃうんで、うん、知らないっていうのもあるんですけども、うん あとは、なんだろうな、その健康的に意識して作ってはないと思うんだけど、<laughs> 食材が、なんか健康的なやつがよく食べてるんだなっていうのは感じましたね。なるほど。食に関して。なんでしょう、はい、何が違うのかないや、えっと、例えば、あの、もずくだったりとか、<ー>天ぷらでもずくだったりとか、まあ、あと、その、チャンプルなんかでも、あの、まあ、もちろん炒め物とか食べますけども、野菜炒めとか。はい ただ入ってるものがね、ゴーヤだったりとか、うん、なんかちょっとこう、これ絶対体にいいじゃんみたいな、そういう、なんか食べ物を、こう、が多いかな。<く>多いと思います。やっぱよく聞くのは、そう、だしの文化の違いと、<ー>沖縄の長寿の秘訣が豚肉なんじゃないかっていう話がよくあって、うん、そのなんか豚肉のビタミンがとか、そういう話をよく聞きます。<あ>だからそのおかげで、 だ沖縄の郷土料理ってやっぱラフテーとか、えー、そういういなんかあ<ー>まあ耳側とかそういうい豚肉が多くて、うん、この豚メインだから長生きなんじゃないかみたいなのはよく聞きます、ね、あ,それあるかもしれないですね。そうだし、えー、伝統料理とかもその結構その豚肉を使ったお料理が多かったりとか、うん、野菜炒めでも何もかも豚肉が入っていることが多いので、えー、その辺が違うのかなって一瞬思ったんですけど。 あの、以前ね、えっと、レイミさんと話をしたおでんの話もあるんですけど、えっとね、あの、やっぱりちょっと違うんですよね。何が違うかっていうのがよくわからないとこあるんですけど、<laughs> えっと、まあ、内地の人間とすると、ちょっと煮込みに近いかな。はい、ああ、なるほど、ね。煮込み料理かなっていうところもあるんですけど、はい、おでんというより煮物,というか煮物という感じもあるんですけど、この辺どうですかあの僕、<え>おでんは食べてないんです、まあら。 で、あの,ええ、あの、わからないんですけども、ただ、こう、映像で見る限りは、はい。は、そうですね、煮込みという、うん、ちょっと僕がよく子供の頃から食べてるおでんとは、まあ違うかなっていう見た目の判断ですけどね。うん、だきっと味も。ただ、沖縄は、やっぱり鰹だしとか、鰹 とかよく使いますよね。そうですね。鰹だし。沖縄そばも鰹だしが多いですからね。あの鰹だしがね、僕すごく合うっていうか、っと好きで、と、もうたまらないですね、あの味は。だから、沖縄そば初めて食べた時、まあ、あの、鰹の香りというか、あれ、それがすごいたまらなく、いこい、心地よかったです。なるほどですね。うん。だしはいいですね。だし文化は。いいですね。いいですね。うん。まあ、早速、あの、明日、その、おでんの 食べ比べをしてき、ね、ていいすで、ね、に明日の夜は飲みに行こうって話をしてるんですけどね,ね、はい、じゃあおでんでまずいっぱいやりましょう境町辺りで初めて見たこね <laughs> 今日はもう暑くておでんって気持ちじゃないじゃないですか感じじゃないですね <laughs> 今多分23度とかあるので 2>,、ええええ、<laughs> 2月なのにねまあでもだしはねやっぱり美味しいですね でも明日ちょっと寒いです。寒いですか最高が21度の最低が17度。じゃあ、またね。夜はちょっとおでんでもいいかもしれない。金子さんスタイルで T シャツでいきましょう。いや、寒いですよ。薄い上着ぐらいは絶対あった方がいいです。そうですね。食に関してはね、あんまりそんなに詳しいことが言えなくて申し訳ないんですけども。あ、あとね、あの、なくなっちゃったと思うんですかあやぐ食堂。ああ、趣里の。綾久食堂で無料で出てきたマグロの刺身がとても美味しかったですね。 ああ。ええー。あれは、ちょっと、マグロの刺身こんな美味しかったんだ、みたいな。そういうのにはありましたね。必ずついてましたよね。そうですね。定食にはね。で、銃に関しては、はい。あの、僕、那覇に、まあ、マキシーに住んでたんですけど、はい、なんだろう、やっぱりこう、湿度が違う。まず湿度が違う。うまあ、えー、もちろん気温が違うのはあるんですけど、はい。湿度が違うんで、僕はどっちかと,いうと湿度に強い方だったんで、 あんまり抵抗がなかったんですね<う>ただやっぱりあんまりそういうのが苦手っていう人も当然いるんで、うん、ただ最近思うのは横浜のこ去年の夏に比べて沖縄の方が涼しいなっていうのは確かに実感しましたねもう僕夏好きだけど去年は嫌だったんですもう夏早く終わってほしいと思いましたね <laughs> サーフィンの時期だけど <laughs> 終わってほしいとまあ,あだから銃<あ>に関してある意味住みやすい あの、暖房もそんなに使わないし。ええ。まあ、あの、で、冷房、三部ある程度涼しくなきゃだけいだっていう人に関しては、冷房がかなり必要になってくるんでしょうけど。なるほどですね。うん。だから、うん、うん、そういう感じですね。僕は、自由に関しては。やっぱり、プロのカメラマンからしても、やっぱり食事についてあまり変わらないなっていうところですかね。変わらないですね、はい、それほど。機材の、この手入れとかはやっぱ変わったんじゃないですかか、それは変わりました。うん、あの、ね カビが生えたりとかありました。あ、ありました。レンズにカビが生えるんです。そうですね。そうなんです。はい、<laughs> 僕だから帰って、ずっと沖縄にの事務所に置きっぱなしにしてたレンズを持って帰った時に、 すぐに、あのか、カビが生えてるって言われて修理出しましたね。わかりました。はい、今日はね、もうあっという間に時間がます、ね。で、また来週来ていただいて、あの、お話ししたいなと思ってますんで。<laughs> いや、<laughs> 無理ですか。<laughs> またこ、あの、沖縄来られた時は、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。プロ、ね、カメラマン、金子洋一さんでした。 ありがとうございました。FM 技能は回想中でちょっと。今回ビースタからだったので、次は回想が終わった頃にぜひ。ですね。よろしくお願いします。来てください。あと45秒ありますよ。はい。いいいや、何か思い残すことはないですか。金子さんのね、話もっとしたかったんですけどね。うん。あの、メキシコでね、あの、間違えられたという。話ね。はいはい。 またやりましょう。続編がありますので、はい、皆さん、それをお楽しみに。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。